この瞬間を楽しもう。今回の製品は、ハイエンドをかなり目指したんですけども、で僕自身やっぱ 8000m ずっと考えてみると、もう半年1回ペースで、1年間のうちの3分の1ずっと行ってますので、そこら辺のこう経験とかがだいぶこう入っているような、ものになっているので、軽くて、使いやすくて、丈夫でという、この3つがまず基本なので、そこら辺がだいぶこう実現されているような製品かなと思います。アトというのはネパール語で勇気という意味なんですけども、僕もシシャパーマ南西壁で着てたんですけども、相当良かったので、次世代型と言ってもいいぐらいのなんかジャケットなのかなと思いますね。何が特徴かというとですね、ゴアプロシェルを使ってまして、ゴアのジャケットとしては今 400g を切っていまして、これは相当軽いんですね。まあ、全部がまあゴアのプロシェルを使ってるんですけども、ここの部分がゴアのストレッチパーツを使ってまして、まあゴアというその素材ですね、それを使いながらこう伸び縮みがかなりあるということですので、例えば結構斬新なところは、まあ、ポケットの位置は普通胸とかですね、高いんですけれども、かなり低くして、それはもう本当にクライマーの人とかが、まあ、片手でもこうチャックの開け閉めをして物を出しやすいとか、もう一つはですね、斬新なところとしては、ベンチレーションとポケットが一体型になっているという、あとはまあここのフロントの部分がこう高くなっているので、まあ鼻と口のあたりが暖かく、なおかつここら辺がもう呼吸しやすくなっているということなので、通気性がいいという。ザックはですね、実は相当こだわりがあります。まあ、8000m とか行くときにやっぱザックは何でもいいっていうわけじゃなくて、やっぱこう軽さと丈夫さというところがあるんですね。一つはこうかなりこう相当軽いと、この軽さは、かなりこのザックの持ち味なんです。材質としてはですね、 VX21 という素材を使っていまして、横の部分なんですけれども、ヨットとかで使うような強力な素材を使ってまして、これゴビバックルと言いまして、まあ、その冬山で結構厚めのグローブするんですけど、グローブしたまんまでも開きやすくしているといういいバックルを使っております。ハワージャケットはですね、ハワーっていうのは風という意味でして、まあ、イメージとしては、こう風を感じてもらいたいなということ で、まあ、素材が、まあ、ウィンドウブロックというのを使ってまして、でとにかくですね、着心地はもう相当軽くてですね、なんかこう山でこう思いっきり着るというよりは、まあ、日帰り登山もそうですし、トレイルランニングとかマラソンだったりという感じで、まあ、ちょっと風が強い時に走ったりとかいう時に非常にいいかなという感じです。とにかくまあ軽量化ですね、それからまあこう伸び縮みもありますので、相当動きはストレスなくスポーティーな感じで、結構登山以外のアスリートの方とかにもトレーニングとかいう時に使ってもらえるとすごくいいんじゃないかなっていう感じのジャケットになります。サパナという T シャツを作りまして、
素材がですねテクノファインという素材を使ってまして、吸汗速乾性が非常に、あると、まあ、機能的な T シャツですね。で何よりもやっぱこのデザインですね、こういうこうデザインをしているものってあんまりないと思うんですけど、まあヒマレアをイメージしていまして、まあ、僕の中ではこうヒマレアの目と呼んでるんですけれども、まあ、ヒマラヤ山脈がこう自分を見てるという、まあ、僕も山にいるとですねこうなんかこう見られてんじゃないかっていう意識がよくあるんですけれども、それをこうちょっとデザインに落とし込んでみて夢ということで、その山に向かっていくのをみんなで応援してくださいっていう、そういうちょっと意味をですね、まあ、込めたですね T シャツです。まあ色がですねこれぐらい、まあバリエーションがありまして、まあ、ピンクもあれば、こういう青もありますし、まあ、山っていうのをなんかこう特別な人のしか行けないんじゃないかとかじゃなくて、もっとこう手軽にあのおしゃれに楽しんで登れるような世界をこういう商品を通して伝えていけたらなという